とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン8、11回から20回までの攻略となっています。では、まずは10回の報酬で、ボーンクラブゲットですね。こっから行きましょう。で、エンチャント入れていきます。まずは、邪悪な村人の破滅。邪悪な村人結構出てきます。なのでこれをつけてください。そして火属性2まで入れておいてくださいね。こうすると、打ち漏らしが少なくなるのでいい感じです。でここ敵別に、気をつけることはそんなないんですけども、まあ、風使いがいるので、まあ、あいつらを早めに倒すと立ち回りやすくなると思います。まあ、結構近づいてきてくれるんで、近づいてきたときに、まあ、森を使って倒すとか、そういう風にやっていくと、はかどりますね。で、矢は全然使っていっていいです。もう一回クリアするごとに、10本ずつ補充されていきますので、矢は全然、渋らず、どんどん使っていって大丈夫ですね。11回クリアです。で、ここ、ドラ、持っていきましょう。地雷と変えまーす。で、ここ、特に問題ないんだけども、エンチャンターが、いるのよ。なので、エンチャンターを、まず最初に倒しとかないと、ダメージが若干増えて、やりにくくなります。エンチャンター、早めに倒してくださいね。あいつさえ倒せば、あとは雑魚です。全く問題ない。あとは上の、2、3体倒して終わりかな。まだね、ドラを使うまでもないんだよね、ここは。ドラを使うまでもありません。邪悪な村人の特攻がかなり効いてるので、ダメージは高いです。はい。で、ここようやく防具変えます。エメラルド装備ですね。防御性能は低いんだけども、これ攻撃速度が 25% アップします。ボーンクラブとの相性抜群です。はい。で、エンチャポイントが若干余りましたよね。これから、ボーナスショットを入れていきましょう。乱射のクロスボウは、クリアまで使っていくので、持っておいてください。はい。で、ここ、エンチャンター、2体出てきます。まずはエンチャンターを倒しましょう。じゃないと、ちょっと立ち回りにくくなるので、まずはエンチャンターを狙ってね、倒していってください。あれを野放しにしてると、本当にね、ロイヤルガードとか、そこら辺を強化されてしまうんで、戦いにくくなります。では、クリアですね。ここ、何もいりません。ボスです。で、ここ、こっち側だね。こっち側から倒すようにしてください。出てきたらドラを叩いて、森の矢筒だね。まあ、長弾も入ってるんで、うまいこと、反対側のエンダーバンにもダメージを与えていい感じです。で、エンダーマンは、まあ、攻撃しながら、矢を撃つスタイルでやってみてください。余裕です。うん、エンダーマンから行くとちょっとね、ガストが難しくなるんで、必ずガストから倒すようにしてください。では、ここは何もいりません。で、15回、商人がようやく出てきました。商人でパワーアップするのは、乱射のクロスボウだね。だいぶパワーが低めなので、ここで上げてあげないと、今後使いにくくなりますので、乱射のクロスボウを上げてください。で、そして、エンチャポイントがまた余ってきました。ボーナスショットを3まで入れましょう。これでだいぶダメージが違ってくるので、おすすめです。16回いきます。ここは問題ないです。
別に何にも考えずともクリアできていくと思います。よっしゃ。でこのねエメラルド装備がいいんだよ本当に。攻撃速度が 25% アップするとこの遅い武器がすごく使えるようになるのでいい感じですね。まあ落ちる人はいないだろうけど、ここに落ちないようにしましょうね。落ちる人はいないと思うけどね。さすがにそれはないと思うけど、まあ一応言っときましょう。16回特に問題なくクリアです。ここ報酬はいりません。で17回です。途中でねネクロマンサー出てきます。注意してください。まあ出てきた瞬間に処理していけば問題ないと思いますけどね。この辺りに出てきますので、待機しておくといいです。出てきたらドラを使って森で簡単に処理ができます。野放しにしてるとザコがわらわら湧くので注意ですね。で最後クリーパーが2体湧くかな。なのでクリーパーは注意していきましょう。ドラもしくは森の矢筒なんかを使って安全に倒してください。しゃあ17回クリアです。ここで防具変えます。スケールメールですね。防御性能は抜群です。エンチャントで雪玉2入れていきます。でまたエンチャポイントが溜まったら雪玉を3にやっていきましょう。ああよかった。装備してないかと思った。はい、でいきましょう。ここね敵多いです。かなり多い。でエンチャンターも出てくるのでまずはエンチャンターを処理するようにしてください。エンチャンターを残してるとすごく戦いづらくなります。エンチャンターはまず最初に倒すようにしてくださいね。よっしゃ。まだね下の方にもいるのよ。下の方にもいるんで必ず先に倒すようにしてください。あいつがいるとね本当にダメージがガシガシ増えてくるんでエンチャンターはまずに倒す。まず基本ですね。タワーじゃなしにしてもものすごく基本的なことなので、しっかりとやっていきましょう。あと1体ぐらいかな。上にいる？あれ？いない？あと1体、あ、いたいた。お前か。はい、18回クリアです。まあ、とにかく敵多めです。エンチャンターを打ち漏らさないようにまず倒すようにやっていってください。でここ森の矢筒と思いきや愛のメダル取っていきます。パワーシェイカーと交換してください。では行くぞ。ここロイヤルガードが結構多いです。愛のメダルを使ってうまいこと仲間にして戦っていってください。まああとは気にすることもないかな。とにかく愛のメダルと森の矢筒をうまいこと使っていけば問題なく倒していけると思うよ。わお。よっしゃ。オッケー、愛のメダル回復。いけ。ほんとねロイヤルガードはいい感じで動いてくれるのでいいよね。あと1体ぐらいいるの。ああエンチャンターがポツンといた。はい、19回クリアでーす。でここ報酬いりません。でここ若干敵多いです。上に集まるように出てくるのでそこに愛のメダルを使って自分も特攻していってみてください。
しゃー、うまいこと愛のメダルで仲間になったやつが敵を引きつけてくれるので戦いやすくなると思います。あ、だいぶ下に落ちたな。あの風使いの風で自分の仲間も下に落ちたりするので、それでバラバラになっちゃってましたね。はい、では20回クリアです。ここ報酬何もいりませんということで、今日は11回から20回まで攻略やっていきました。まあそんなに難しくはないと思うので、やっていきましょう。次は21回から30回までの攻略です。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。